ディー 33A 型は GE トランスポーテーションシステムが独立国家共同体諸国向けに製造する電気式ディーゼル機関車。GE 側の形式名称は e s 4 4 e c である。ソビエト連邦時代に製造され、老朽化が進んでいたことに加え性能や環境対策の面でも難があったにって重軽ディーゼル機関車に代わる車両として開発が行われた形式。 アメリカやカナダ、中国、ブラジルなど世界各国に導入が行われているエボリューションシリーズの一つで2009年にモスクワで開催された鉄道見本市のエキスポ1520で最初の車両が展示された。車体は複数のモジュールを用い、旧ソ連の規格に基づき製造された両運転台構造で走行路線の環境に合わせ低温や乾燥への対策が施されている。 運転席の設計においては、人間工学が用いられ、車音性も重視しており、運転室内部には長距離運転に備えトイレや冷蔵庫が設置可能となっている。連結機は、旧ソ連時代から用いられている SA3 型自動、連結機である。エンジンは、エボリューションシリーズで用いられている12気筒 V 字型、4ストローク機関である j e b V12 エンジンが用いられ、 従来の2手10系のエンジンと比べ流子状物質を75%、窒素酸化物も,も35%削減されるよう設計されている。さらに試運転の結果、手 33A 型は従来の2手 10M 型と比較して燃料消費量の17%の削減が確認されている。このエンジンを用いてイベット素子を用いた発電機を動かし、 そこから供給された電力は、カゴ形回転子を備えた、非同期式種電動機に供給される。イベット素子を用いる構造を採用した電気式ディーゼル機関車は、CIS 諸国向けとしては、初の事例となる。これらの機器や三軸ボギー台車は、自動診断システムによって管理されており、メンテナンスにかかる費用が大幅に削減されている。車両は、アメリカ合衆国。 ペンシルベニア州エリーで作られた最初の重量を除きカザフスタンの首都アスタナに建設された工場で製造される。工場はこの手 33A 型製造に際して設立された JSC ロコモティブが所有する。なお、貨物用に加え最高速度を時速 160km に向上させた旅客仕様も開発されカザフスタンなどに導入されている。 2009年に最初の車両が導入されて以降2019年現在以下の鉄道企業体や専用鉄道に導入もしくは導入予定となっている。蒸気以外にエストニア国鉄も2013年に ES33A 型15両を導入する契約を結んでいたが2015年にキャンセルされた。ありがとうございます。